ああ、新人ちゃんってその店の新人なだけで業界初じゃない可能性もありますよ。あと、業界未経験って書いた方が、喜んでいただけるんで、書いたりとかもするし。お店であることは、全部、サービスです。こんばんゆ。いいですか、皆さん。お店で起こることは、すべて。新人話についてちょっと一つ小話をしたいなと思うんですけれども、そのニコニコでいろいろこうやっている中で、風俗の求人サイトを見ようっていうのをやってたんですよ。でまあわっちもちろんそのもともとねリアル風俗嬢、現役バーチャルオイランですから、まあ、そういうサイトの見方とかもある程度知っているわけですよ。でまあここにはこういうこと書いてあるの、これってこうやねみたいな話をしながら見てて、でなんかそのちょっと一個気になったお店で、なんかほんと業界全くの未経験大歓迎みたいな、何のサービスもできなくていいよ、優しいお客様に全部委ねちゃおみたいな、そういうお店があったんですよ。で、はあ、なるほど、ね、まあ未経験売りってねあるからねみたいなことを言いながら、じゃあさ、このお店のさホームページどんな感じなんだろうね、ちょっと見てみようかっつって、その今度は求人向けのサイトじゃなくて、お客様向けのサイトを見に行ったんですよ。その住所とかね、電話番号を照らし合わせと店名を照らし合わせて、あ、ここだな、求人やってたのっつって見たら、女の子を無理やり無理やりっていうか、なんていうのかな、何も知らない女の子をを襲うようなプレイができますみたいなことを書いてあったのね。ってなって、これつまり何が起きてるかというと、女の子側、求人の方ではもう何にもできなくていいよ、大丈夫だよ、お任せしちゃおうねっていう謳い文句で、利用者さんに向けては、女の子すごい困惑したような、こんなの聞いてないよみたいな反応するけど仕込みですよっていう空気のホームページなのよ。で、これどこの時点で種明かししてるんだろうなっていうのはちょっと分かんなくて怖ってなりましたね。まあでも大体、まあさすがに本当にマジ騙しだと、それはトラブルになりえますんで、多分ワッチが考えられるルートだと、多分そういうのはまあ何でもいいよっていう感じでやってるけど、まあうちは実はこういうコンセプトでやっていてっていう、そこでの種明かしはさすがにあるんじゃないかなと。女の子側への面接の段階でね。いや、ただね、まあこれはね、なんだろう、これは別に風俗に限らず、キャバクラとか水商売とか、あとは一般のアルバイトでも、一般のってか、まあうちらも別に一般のアルバイトですけどって思ってるけど、他の職種であってもあることだと思うのよ。だってほら、保証金いくらあげるよとかさ、なんかお休みは月何日ですみたいなさ、求人が書いてあってさ、なんかそれ見てさ、面接行ってみたらさ、いや実はこんだけ休めるのはこのぐらい売り上げを出した人でとか、いや面接で言うなよみたいな、ここまで来ちゃってから言うなよみたいなことってありません？だから別にまあこの店に限ったことじゃないけど、やるよね、そうなんですよねって、だからうまい話ってないんですよねっていうのをホームページを見ながらね思うなどしましたね。